今回はアニメート DiffCliPromptTravel トトを使って動画を作成する方法について解説しますこの動画を最後まで見ていただければこのような動画を作成する方法を理解することができます是非最後までご覧くださいアニメート DiffCliPromptTravel トトのソースコードは公開されていますこのサイトへのリンクは概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認くださいこの動画では この公開されているソースコードを Google コラボで動作させていきますまずは Google コラボのサイトにアクセスします Google コラボへのリンクや Google コラボの詳細説明は解説している動画のリンクを概要欄に貼っておきますのでそちらをご参照くださいサイトにアクセスしたらノートブックを新規作成と書かれているボタンをクリックしますもしもこのポップアップ画面が表示されていない場合は メニューの中から、ファイルを選択します。そして表示されたメニューの中からノートブックを新規作成を選択しますこれでノートブックが新規作成されますノートブックはファイルと同じように名前を付けることができますそのためノートブックに名前を付けておきましょうこの動画ではこの名前で解説を進めます次にランタイムのタイプを変更します メニューの中から、ランタイムを選択します。次に表示されたメニューの中からランタイムのタイプを変更を選択しますランタイムのタイプは Python3 のままにしておきますハードウェアアクセラレーターを T4GPU に変更しますそしてハイメモリを有効にしておきますハイメモリを有効にするには Google コラボの有料プランに切り替える必要があります 設定をこのように変更したら保存ボタンをクリックしますこれで Google コラボでソースコードを実行するための準備が整いましたそれでは早速ソースコードを実行していきましょう概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示しますこのページを表示したら「インストールコマンド」というタイトルの下にあるテキストをコピーしますテキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻ります Google コラボの画面に戻ったらテキストボックスにコピーしたテキストを貼り付けますテキストを貼り付けたら再生ボタンを押しますこれで貼り付けたコマンドが実行されますこの処理には5分以上かかると思いますしばらく待っているとコマンドの実行が完了します実行が完了すると再生ボタンの左側に緑色のチェックマークが表示されますこれで、 インストールコマンドの実行が完了しました。それでは次に、設定ファイルを作成していきましょう。概要欄に貼ってあるリンク先のページを表示します。このページを表示したら、設定ファイルというタイトルの下にある ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードした ZIP ファイルには、サンプル 0011.json という名前のファイルが含まれています。このファイルを解凍して取り出します。 サンプルのファイルは、このようになっています。この解説ではこのようにあらかじめ設定ファイルを用意していますが本来はこのような設定ファイルを作成しますこの動画ではアニメート DIFCLI プロンプトトラベラーの動作方法の説明を優先させたいのでこの設定ファイルの細かい解説は省略して解説を進めますひとまずプロンプトやネガティブプロンプトなどはこの設定ファイルで指定する とといううことだけを理解ししておきましょ zip ファイルを解凍して設定ファイルを取り出したら次にそのファイルをアップロードします Google コラボの画面に切り替えますフォルダーのマークをクリックしますそうするとフォルダーやファイルの一覧画面が表示されますアニメート DIF から始まるフォルダーを展開しますその中にある Config フ,フォルダーを開きますこの中にある ププロンプツフォルダーに先ほど回答したファイルをアップロードします具体的にはファイルをドラッグアンドドロップして設定ファイルをアップロードしますこのような警告メッセージが表示されたら OK ボタンをクリックしますこれで設定ファイルがアップロードされます設定ファイルのアップロードが完了したら概要欄に貼ってあるリンク先のページに切り替えますこのページを表示したら実行コマンド というタイトルの下にあるテキストをコピーします。テキストをコピーしたら Google コラボの画面に戻りますコード、と書かれているテキストをクリックします新しいテキストボックスが追加されるので先ほどコピーしたテキストを貼り付けますこのコマンドで動画を生成するための設定ファイル動画のサイズなどを指定していますそれでは早速このコマンドを実行してみましょう 再生ボタンをククリックします。そうすると動画の生成が開始されます動画の生成には10分以上かかることもありますしばらく待っているとコマンドの実行が完了します作成された動画はアウトプットフォルダーの中に保存されています具体的にはアニメート DIF から始まるフォルダーの中にあるアウトプットフォルダーの中に保存されていますこの中の作成日時から始まるフォルダーに mp4 ファイルが保存されていますこの mp4 ファイルが生成された動画ファイルですファイルの右側にあるドットのマークをクリックします表示されたメニューの中からダウンロードを選択しますダウンロードには時間がかかるのでしばらく待ちますこれで生成された動画ファイルを自分のパソコンに保存することができます今回作成された動画がこちらですこのように アニメート DIFCLI プロンプトトラベルを利用すると簡単に動画を作成することができます。ぜひお試しください。それではまた別の動画で。